どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは錦糸町駅でございます。こちらの錦糸町駅、 JR 線は総武快速線、総武観光線、とても鉄道利便性の高い駅となっております。今回はですね、良質な中古マンション出物がございましたというですねご紹介なんですけども、その前にですね、私が最近ハマっておりますアニメリコリスリコイルの登場キャラクターパネルがですね墨田区内に設置されているということで、見てから物件紹介へと移りたいと思います。なぜリコリスリコイルのですね登場キャラクターパネルが墨田区内に設置されているかというと、リコリスリコイルのですね舞台が押上エリアになってるんですね。で、あちらのスカイツリーですね、電波塔といってですね、アニメ内では言えないんですけども、まあ、実質のスカイツリー、電波塔を巡る物語と。まずはアニメート、錦糸町店。こちらには、千里と滝名がおります。もう個人的にはですね、アブデカの JK 版といったところなんですよ。もう銃撃戦がすごいんですよ。続いてオリーナスモール内に水木くるみ。くるみは一体何歳なんでしょうか。さあ錦糸公園ベンチでですね千里が飲んでいたのがカゴメトマトジュースです。前回の動画でですねオリーナスモールとの直結通路ですねご紹介いたしました。ブリリアタワー東京錦糸町ナンバーワンマンションと言ってもですね怒られない存在感です。新築時の坪単価は約250万円、現在の坪単価は約465万円です。新築時からの値上がりもすごいんですけども、ここ1、2年もすごいですね。2020年だったら坪365ぐらい、2021年でしたら坪単価410万円ほどで買えましたので、いやーエリアナンバーワンマンションってのは買えるうちに買っておくべきなんですよね。タワーマンションですので価格はですね部屋によって大きく異なりまして、坪単価400万円台前半で購入できる出物もあるんですけども、平均すると坪460畳ぐらいなのでなかなかですよね。なので予算届くのであればそれはとてもとてもおすすめっていうところなんですけども、こちらのブリリアタワー東京、そりゃいいのわかるけども手が届かんよ、でも錦糸町いいよねっていう方、めっちゃいい出物があるんです。今錦糸町で出ている中古で一番とっびきりおすすめのですね出物を共有いたします。物件名はザ・パークハウス錦糸公園です。住所が江東区になります。錦糸公園を背に亀戸駅方面へ歩いていきます。東京都江東区亀戸2丁目になります。東京メトロ半蔵門線の錦糸町駅徒歩7分、 JR 総武快速線観光線の錦糸町駅徒歩9分、そして亀戸駅徒歩9分になります。錦糸町と亀戸の間です。2012年地区で築10年物件となります。錦糸公園とですね先ほどのオリナスですね近いだけでなくて、亀戸のですねサンスト跡地にできました亀戸クロックも近いと、あとはコモディ飯田もありますし、錦糸町の声優などなどですね日常の買い物便はですねとても高いものとなっておりますし、鉄道利便性も高いと。亀戸のウィークポイントなんですかっていうと、やっぱりお隣の錦糸町の方が鉄道利便性高いよねっていうところになってしまうので、そこはもうどうにもできませんので、今回は江東区亀戸物件なんですけども、もう錦糸町物件というところで、亀戸から一駅乗って錦糸町じゃなくてもう歩いて錦糸町に行けるっていうのがストロングポイントです。横十間川渡りまして江東区へ入っていくんですけども、ここが若干ですねアップダウンあります。こちらの錦糸橋から見えます、我が家が見えるのもいいですね、あちらでございます。ザ・パークハウス錦糸公園です。通学校はですね第一亀戸小学校ですぐ近くにございます。東側にあります。第三亀戸中学校は首都高ですね越えた先になりますので、徒歩10分ぐらいかかりますけど、まあ、小学校は近いっていうのはですねいいですね。この辺り用途地域はですね準工業になります。工業感は全然感じないですけどもね。
南側にあるのはですね、東電の建物です。今回ザ・パガース錦糸公園の出物は西向きとなります。こちら側です。全体としてはですね、南向きもございます。南向きと西向きのですね設定になっておりまして、南向きは利確は取れるんですけど、まあ東電の建物はちょっと気になるかなと。西側は目の前ですね、ちょこちょこ交通量はあるので、トラックがバンバン通る系ではないんですけども、それなりに交通量はありますので、あそこは少し気になるんですけども、その先ですね、横十間川になりまして、住戸とですね前の建物までの距離がかなりありますので、ほぼ最高が変わらないといいですね。今午後4時ですけども、眩しいぐらいですね、日が照っております。で今回はこの西の北角4階になります。北側にもですねバルコニーがございますし、こちらの西バルコニーもですね北側斜めになっておりますので、ぐーんとスカイツリーをですね望むことができます。上の方はバッチリと映ってきますね。いいですね。真正面方向ですね、少し斜めのところですね、マンションとの混日にはなりますけども、だいぶ距離ありますし、やはり今回は北方面に寄ってますので、ちょうどあちらのマンションも気になりにくいですし、ちょっと隙間あるんですよね。で斜め方向スカイツリーということで、これ非常にいい位置ですね。駐車場は北側にですね機械式と平面があるんですけども、相手はおりません。敷地内駐車場が欲しいよっていう方はですね、難しくはなってきます。あとディスポーザーがありませんので、ディスポーザーマストっていう方もですねあっては来ないです。今回のお部屋ですね、売り出し価格が6000万円です。新築時の価格はですね約4700万円と、もちろん新築時からはですねぐっと上がってはいるんですけども、現在の適正価格としては6500万円ほどです。総戸数56戸ですので、こじまりとはしておりますけども、バルコニーリンク栄もですねコンクリートとしていたりと、非常にかっこいいマンションですよね。それを帰り錦糸町からちょっとアップダウンはありますけども、その時に我が家を眺められるわけですからね。帰宅時に我が家が見えるっていいですよ。線路はだいぶ離れておりますが、まあ、目の前が通り沿いっていうのは、これはまあウィークポイントになるんですけども、その分ですねその先が川で眺望最高守られるっていうところでトレードオフです。あとは高得になるので、シンプルにもう墨田区だけで探している方にとってはですねあっては来ないです。錦糸町使えればっていう方はですねこれ非常にいい出物です。表記上は 2LDK になってしまうんですけども、一つの難度がですね広いですので、全体の占有面積は67平米台ですので、実質 3LDK としてもですね使えるものとなっています。錦糸町もすぐですし、亀戸クロックも近いですけども、このコモディイーダがめちゃくちゃ近いっていうのはこれ大きいですね。このコモディイーダも冷蔵庫代わりにっていう距離感です。次薬局も入っております。スポーツクラブと一体型の建物ですね。適正価格が6500万円ほどのものがなんで6000万円で売りに出てるかっていうのはわからないです。引き渡し時期がだいぶ先なのか、それとも室内状況がですねリフォームが必要なのか、すぐに売らなければいけないっていう売り主さんの個人的な事情なのか、それとも神からのギフトなのか、いずれにしてもですね気になったのであれば、もう即動くべき出物です。これは指令からの指示を待っていては手遅れになるかもしれません。滝なのようにですね指令を無視してでも動くべきです。買い付けを入れるべきです。ダイレクトアタックをお勧めいたします。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。いや、めちゃくちゃいい出物ですよ。ダイレクトアタックをお勧めいたします。ダイレクトアタックですからね、指令を無視して大丈夫な出物です。ただなんで安いのかっていうところはですね仲介担当に聞いた方がいいと思います。相場は明らかに6500ぐらいで、それは仲介担当が一番分かっておりますので、それをなんで6000で出してるのかっていうところは聞いた方がいいです。そこに対してお金がすごくかかるものでなければ明らかに得ですし、お金がかかったとしても元々の値段が安いので自分たちが飲めるんであればありだと思います。そしてリコリスリコイルですね、終盤戦入っております。めちゃくちゃドキドキの展開です。千里と竹名がずっと一緒にいられる世界戦を望みます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。